にちは。みなさん、生誕ライブにお越しの皆さん、こんにちは。私たち川棚町の森からやってきた、あけあけたな妖精、みんなに愛して元気をお届けする、せーの、クワガタキッズです。自慢を教えるから、みんなも一緒にやってみてください。両手にピース、ハッピーを引き寄せて、キュー。やってくれてありがとうございます。ありがとうございます。今からメンバーの自己紹介をします。はい、クワガタキッズレッド担当、チームのリーダー、マリーです。赤は情熱で、赤を歌う正義の色、マリーの呪文で一緒に悪をやっつけてね。ルークス・マリーズ・オプリンミー。スザクのような赤い翼で、今打ち破るパワーをお届けします。マリーって呼んでください。応援よろしくお願いします。マリー、本当は恥ずかしがり屋でも、みんなに笑顔を届けるためなら、どんなことだって頑張れちゃう。青色担当、クールビューティー、ルナルナです。今日もみんなに呪文を届けるよ。月の女神の恩恵とともに、みんなが希望の光に導かれますように。ルーナ・ルークス・グラティア、ルナ・ルナって呼んでください。応援よろしくお願いします。ルナ・ルナ、みなさんこんにちは。クワガタキッズ黄色担当、シャイダー・マエンボーのエリーです。いつもは人見じゃんだけど、みんなに元気を届けるために頑張ります。黄色太陽のように元気になる色、今からみんなが元気になれる呪文をお届けします。マジカルシャイン、カーペディアン。今日精一杯楽しみましょう。エリーって呼んでください。応援よろしくお願いします。エリー。はい、皆さんこんにちは。クワガタキッズグリーン担当のマーナです。マーナのマはマンディブラリス二股クワガタのマー。マーナのナは何でも挑戦するのな。愛するクワガタとみんなに笑顔を届けるために頑張ります。四つ葉のクローバーは幸運の証、名声、金運、愛情、健康のすべての幸運をみんなにプレゼントしちゃいます。でん、トレーフル、パルト、パネール、マーナって呼んでください。応援よろしくお願いします。マーナー、マーナが一番可愛いよ。ありがとう。最初の曲は私たちのイメージソング、大川方の妖精の気持ちは呪文が歌詞になりました。聴いてください。ハッピーハッピー。
よクワガタの妖精の気持ちは皆さんに届きましたか？届きましたか？次の曲は日本に初めてチョコレートが伝来した場所デジマをテーマにした曲だよ。今日はミルルに代わってエリーが一緒に踊っちゃうよ。やったー、皆さん応援してください。曲はデジマ。盛り上げがめちゃくちゃ上手で私たちも楽しませていただきました。ありがとう。今日は仲良しのみなちゃんの生誕祭ということでもっともっと盛り上がれますか？ここからは私たちワタメロコンビで2曲続けて頑張ります。頑張ってね。それでは私アイドル宣言、月曜日の憂鬱2曲続けて聴いてください。
Love, love, love,
戦う君の視線をください。お願い、ズキュン。天使に恋をしちゃいました。飛び切りスマイル、週末だけがオアシスだ。月曜憂鬱、ラララ君推し、イェイイェイイェイ。声出して、はい、ラララ君推し、ねえねえねえ、超好き。行くよ頂上へ、これは証明届けるよ。ありがとうございます。まだまだ続きますので、ラストまでパール盛り上げ、手拍子なんでも OK、 みんな盛り上げていきましょう。叶わぬ恋をしちゃいました。あざとい天使に、来週もまた会えるかな。きっと会えるよね。天使恋をしちゃいました。とびきりスマイル、週末だけがオアシスだ。月曜憂鬱、ラッラッラ君推し、イェイイェイイェイ。声出して、はい、ラッラッラ君推し、ねえねえねえ、超好き。ララ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 。みなちゃんの誕生日ということで、今日いないメンバーからも今日いないメンバーからも寄せ書きを書いてきてもらいました。よっしゃー。みなちゃん後でプレゼントするよ。ありがとう。それじゃあせっかくだから、みなちゃんにみんなでバースデーソングを歌いましょう。会場の皆さんも一緒に、せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、Happy birthday, dear Mina-chan! Happy birthday to you! Mina-chan, お誕生日おめでとう。誕生日といえば、ルナルナも2月21日にバースデーライブをやっちゃうよ。ルナルナバースデーで結成するムーンクローバーから一曲披露しちゃいたいと思います。やったー。はーい。あれ、私一人でした。はい、私一人でーす。ルナルナドットー、ただいま。聞いてください、シャオイーシャオ。笑顔の絆を胸に、光の方へ進んでいく。君から僕へと触ってくるこの勇気、いつもシャイニーシャイニー。
フォーメーションは。それでは最後にもう一回、両手に。